はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。メテオバーストマジで強い、マジでオッドアイズメテオバーストドラゴンマジで強い。これ新しくね、診断で追加されたこのオッドアイズメテオバーストドラゴンっていうモンスター、マジ最強なんですけど、これ僕このデッキとりあえずオッドアイズメテオバーストドラゴンがどういう効果してるかっていう前に、このデッキの強さをちょっとお伝えしたいんですけど、なんかとりあえず適当にレジェンド隊のランクマ潜ったら10連勝ぐらいしました。めちゃくちゃ強いです。はい、何が強いかっていうのを今から説明しますね。このオッドアイズメテオバーストドラゴンの効果が、一応汎用チューナープラスチューナー以外のモンスター1対1の汎用の7シンクロなんですよ。だからどんなシンクロ召喚条件でも7を揃えば出せるという感じなんですが、一番の効果はね結構どうでもいいです。このデッキでは一回どうでもいい、ちょっとまたこのオッドアイズをオッドアイズで活躍させるデッキは作ったんで、一応弱いけどそれはまたちょっと動画にするんですけど、この2番の効果マジ強くて、このカードがモンスターゾーンに存在する限り相手はバトルフェーズ中にモンスターの効果を発動できないって書いてあるんですよ。だから簡易走破するガイアみたいな感じでモンスター効果だけ相手絶対発動することできないんですね。例えばですけどクリボールとか、あとカイトロイドとかベイルとか、そのライトロードって相手の盤面をそのターンで一気にまくって、でライフを削り切って勝つっていうことが多いじゃないですか。これが誘発1枚で耐えられるっていうことが結構あったんですよ今までは。例えば妖戦獣とか、あと、サンダードラゴンとか相手にクリボールとかカイトロイドとかをぶん投げられちゃうと、ワイテルが取れなくて勝てないと、そのターンでまたその開始にやられちゃうみたいなことがあったんですけど、今回ですねメテオバーストが来たことによってこいつを出せば相手はクリボールとかぶん投げられませんので、ワンキル能力めちゃくちゃ上がりました。めちゃくちゃ、しかもこのデッキ結構盤面はレビオニアとかでしょれるんで、除去能力間に合ってるんですよ結構。ミカエルとか出すのでもないみたいなね感じなんですよ。だからレビオニアで一回しょって、でレビオニアとそのバルブとかで一緒にドラクオンバーミリオンかなんかで、盤面は処理して、でその後に出てくるメテオバーストマジ強いんですよね。今日はねこのねメテオバーストドラゴンの強さっていうのを皆さんにお伝えしていこうと思って、動画やっていこうと思います。でこのデッキのもう一個いいところあって、レビオニアリミット3になるじゃないですか。だからサンダードラゴンで使うことが難しくなるんですよ結構。1枚とかしか入んないみたいな。でもこのデッキだったらリミット3ですけど3枚ちゃんと入るし、ちゃんと活躍できるんですよ。だからもしサンダードラゴンを使っていた方、レビオニアをね、サンダードラゴンでレビオニアを使っていた方、悲しまずにライトロードに移行しましょう。はい、めちゃくちゃ強いですこのデッキ早速ね、根源流レビオニアライトロードと見せかけたメテオバーストワンキル決めていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方プラスラッシュシド君ですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。私のターン。プラスラッシュシド君か。ハンドは強いですねこれは。非常に雷電流サンダードラゴンめっちゃあるやん雷電流サンダードラゴンのチェーンめっちゃあるやん。サンダードラゴンのために手札ユガズをね止めれば結構強いと思うんだよ。ソーラーエクスチェンジでライトロード新ライデンをぶっ込んでいく。もう一発打ちますか。もう一発ちょっとレビオニア引いときたいか。あれよ、なんか防御札を、素晴らしい、非常に素晴らしい、非常に。タスケルトンも一応送っておきましょう。タスケルトン送って、でアサシンライデンかな。これちょっと難しいですねこれはね。ハマとか出しとくとエバリーを墓地に送っておけるんでバウンスとか飛んでこないんですけど、一応エバリーって墓地の置いといた方が強いんですけど、ちょっとバルブはね今のタスケルトンも送らざるを得なかった感じがあったんで、いやでも バルブでもよかったかもしれない。エバリー、はい8シンクロでなんかハーピールディスクラッチクラッシュとか入ればエクストラデッキに今のバルブ捨てて、でバルブ蘇生から特殊召喚みたいなことできるんですけどね。あれハーピーとかをまたあんまサンダードラゴンにも刺さんねえしな。
ハチシンクロでなんか勝てモンスターっていたっけ。スクラップとかしか入れたことないか分かんねえな、ハチシンクロ。あ、先行竜スターラストとかはいけんのか。あれあれって召喚条件あったっけ。なかった気がするな。まあいいや。とりあえずこの圧倒的サンダードラゴンのムーブを止め、あー強い。これね、エバリーがね結局戻されちゃうんでね、エバリーはね結局ね墓地に置いた方がいいっていう話はあるんですよ。だからちょっとね、ハチシンクロ入れるかとかむずいんだけど、だからエクストラデッキがマジで足んなくて、マジで本当に足んないよ。なんかデストロイサムライはあれじゃん、ブルームディーバとか勝つためにいるじゃん。で、エバリーはまあ先行でこうやって勝てる分には結構強いんですよね。で、ブラックローズはまあ全部ぶっ破するために絶対必須で、アロマとかああいうなんかクソめんどくせえのようなあのデッキ飛んできた時にね、ブラックローズ分からせることができるから結構ねこういうのがいるし、あとあのミカエルは単純に除去能力がめちゃくちゃ強いできるし、でメテオバーストはもう言わずもがな、手札誘発でなんか耐えてこようとしてるやつらに分からせることができるのが強いでしょ。でドラゴンバーミリオンは、レビオニアとバルブでめっちゃ作るんで、除去カードなんでいると非常に難しいですね。非常に難しいこのエクストラは。エネアドはね、エネアは抜くんだったらエネアドか、抜くんだったらエネアドかもしれない。シンクロに寄せるっていう、まあでもレビオニア、レビオニア結構するしな。はい、モンスターを特殊バトルだ。死にません。一応これでも死なないです。これでも死なない。これでも受けるじゃないですか。で1700受けるで、ここはパスティングとあるんで大丈夫で、一旦ダメージ計算時までいきますか。ダメージ計算時ステゴサイバーで、ステゴサイブ、ステゴサイブで、それは助けると、はい、この盤面でワンケル阻止できる強いだろう、このデッキ。ほんでだな、これはね、スキル発動しない方がいいんじゃないかな。引いたところで弱いと思うんだよね、これ。あ、でもどっちにしても発動してるみたいな感じになった。発動してるみたいな感じになったけど、まあいいや。ではですね、一旦レビオニアで分からせるスタイルですね、これ。一旦、まずは挨拶。まず挨拶から入っていこう。墓地の光闇を除外していく。ですね、まあ、これ何でもいいな。マジで何でもいい。これと、これと、で、あと闇。はい。これでいいです。はい。はい。ペッペッペーって、ペッペラーって通し、氷にして、で、レビオニアの効果発動。トレミス、ライゴーリュー、ライゴーリュー。で、バレム召喚。召喚。特殊。もう、やろうろ。オートアイズ。メテオバーストドラゴン、これが最強モンスターよ。そしてグローアップバルブのモンスター効果発動。このモンスターはデッキトップを持ちの組によって特殊召喚できる。そしてレベル8のレビオニアにレベル1のバルブをチューニング、シンクロ召喚、ドラクオンバーミリオン、ドラクオンバーミリオンのモンスター効果発動。ドラクオンバーミリオンのモンスター効果によってチューナーモンスター一体ゲームから除外し、お前のカードを破壊していく。さあ回収するんだな。フリーボール、バーニングラックからベイル、テンパランスなどなど全て発動ができない。行けー、おら、これがメテオバーストのパワーだ。対戦ありがとうございました。今のフリーボール握ってても投げられませんから、相手は神ですね。メテオバーストの神。さあ、お相手の方プロのタクティクスヒーローかー。ヒーローめんどくさいのはね、戦闘ダメージゼロになっちゃうんで、遊牧の時計と破壊してあのドレッドが出てくると、だからね、そのターンでは削りきれないから、そのなんかスピードデュエルなんですよ、デュエルリンクスって。4ターン目、今回2ターン目なんですけど、高校なんで4ターン目まで見ないといけないんですよ、必ず。これがねめんどくさい、非常に。なんでサイクロンサーチするの、おかしくない。このスキル絶対おかしいだろ。サイクロン売りてえからってさ、なんかクソスキル作りすぎじゃないのかな。サイクロンサーチやってることおかしいよね、どう考えても。マジで頭おかしいと思うんだよ、サイクロンサーチ。サイクロン売りたすぎてなんかもう血迷ってるやん。ターンエンドだ。ディバインガイ持ってこられたのは結構きついが、まあとりあえず目覚めの旋律を持ってくることはできたが、非常に弱い。目覚めの旋律は、目覚めの旋律は非常に弱いが、まあとりあえず救済していく。目覚めの旋律でドラゴン、目覚めの旋律を発動。レビオーニアを捨てて、ここに2枚持ってくれれば強かったんですけど、まあ1枚しかないから無理だから、こうして
ジャッジってなっちゃうから。で、控えの援軍発動何枚、うわー弱えーデッキトップトップ弱えー。いやもう行くしかないんだよなこれ。いやでもさすがにあれか、あの開始のターンのことも考えてるルミナスか。いやこれね、あのライデン召喚することしかやることないんですよ。ライデン召喚することしかなくて、でライデンで送れるかどうかなんですよ。スキルショットとか入ってます？3枚は怖いよね。マスクとかだと思うんだけど、一応あるとしたら。あー光矢落ちた、まあ、光闇ジョった方がいいと思うんだよなこれ。光闇ジョった方がいい気がする俺これ。はいはいはい、もうツセゴサイバーとかいうカードで守りきれる気しないんで、もうこうして相手の思惑を外しておいた方がいい。これはさあどうする、さあどうする、さあ選んだ返せるぞ。2枚 OK。 バックかなこれは。相手バックめっちゃ強いんで、まあ、バックでサイクロンを割っておいて相手の横の時計塔が破壊できないようにしとけば、まあ、最悪なんとかなるかみたいな話はある。でこれだけ殴っとく。でなんかまだあるね、まあ、サイクロン、もう一枚サイクロンですかね。マスクチェンジとかかもしれないね。ちょっと怖い。はい OK。 サイクロンだったらきついけど、モンスター効果発動。サイクロンだったとしても一応3000と1900いるんでギリギリ耐えるか耐えないかみたいな感じか。で1枚はあのディバインガイなんで手札確定してるん で、 であの伏せカードが何なのかんだよな。まあですよね、サイクロンですよね。 OK。 サイクロン売りたすぎてもう血迷ったスキル実装してるもんな、もうこれコナミ。サイクロンが売りたすぎて、あのサイクロンのパックを向いて欲しすぎて、サイクロンサーチとかいう頭がおかしいスキルを実装しちゃってるんで、もう血迷いすぎです、やつらは。金の亡者、本当に。亡者オブ金、亡者オブマネー。ね、はい。で、からのディバインガイ、なるほど。手札がある特徴がね。はいはいはい、OK。で、もう一枚なんだ、手札、あれ。今引いてきたやつか。今引いてきたやつか。まあ、ライトニングボルテックスとかだったら多分打ってると思うんで、多分ボルテックスとかではないですね。ボルテックスとかではなくて、反応切るカードじゃない。なんだろう、モンスターですかね。モンスターだったら、出して、エクシーズして殴っても、多分削りきれないからよくて。まあ、殴ってマスクされると、これ、まあ、殴ってマスク終わりか。殴ってマスク終わり。マスクやめてください。あ、でも、こっちでマスクなそう。よし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 。ノーマスクは、ノーマスクは、あれですよ。マナー違反ですよ。ノーマスクはマナー違反。どうしたらいいんだ。光闇はいるのか。光闇はいるのか。だから、ですね。光闇はいるから、まず、とりあえず、光闇はもうちょっといいや。もうカオスベトレイヤーとかどうせ使わない。で、こっちやって、で、引っ張っちゃって、で、2体処理する。で、ドレッドガイを残しておくことによって、ドレッドガイはフィールド上の、ディスティニーヒーローモンスターの数の盾になるんで、これでゼロ。かわいそう。で、ここで、レッペリーの神ゲーだったわ。マジで。マジの神ゲー。マジの神。これは、これに関しては。まあでも、こんだけね、デッキ肥やせればね、残りデッキ2枚ですからね。で、ドラゴンバーミオンじゃないですか。で、今まではここでクリボールとか引かれてたら終わったんですけども。ちなみにここでクリボールとかを引かれてたら終わったんですが、今は全く終わらないモンスターをね、出してきます。俺はライトロードサマーレルミナスを召喚、レベル3のルミナスにレベル4のライトロードアサシンライデンをチューニング、新規の召喚現れろ、オットワイズメテオバーストドラゴン。相手はバトルフィール中モンスターの効果を発動できない。少年よ、これが絶望だ。メテオバーストマジ強い、マジで向いた方がいいし、バックお相手の方はゆうやくん、お前ごときが榊ゆうやに勝てると思うな。いや俺は勝つ、ゆうやさん前デュール、俺のターンモンスター効果、あヘカテリス、ほうバルハラ、はい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 、なるほど、私がなんかあの強そう、発動バルハラは強そう、発動バルハラは強そう、こんなにあるんですか、セプター、やべえモンスター効果発動やばいセプストロやばい、バルハラセプストロさすがにやばい、スローね、はいはいはい、オッケー、いやーこれきついな、はい、でスローね、めちゃくちゃドローするやん、ちょおかしいってこれマジで、
カーディアンかよ。やばい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 。3体展開されて3枚ドローして、さらにこれはあれか、ウロボロスか、ウロボロスでこれあるか、ハンデスか、絶対よ、ベルジュロボス、めんどくせえ、ゲロめんどい。ああバルハラは悪か、なるほど、はいはいはい、オッケーオッケー。で1枚ドローね、はい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 、強っ。ウロボロス出てハンド4枚っておかしくね、これやってること。絶対おかしいと思うんだよね、このデッキ。まあそんな決まんないから許されてるみたいなとこあるよね。どれ、あ、まあまあまあ、それはいい、全然全然、もう逆にいい、それは逆にオッケー、もう全然大丈夫、それは問題ない。はい、天の岩戸ネクロバリースマイルワールド、やばこいつ、やばいわこいつ、マジでこいつガチでやばい、それは。え、俺なんかできるのこれ、俺、え、何もできないけど、これアサシンライド持っていったところで、これ1900突破できないんだけど、これ無理なんだけど、え、集中力は2000、あいや、え、これどうやって勝つの、これどうやって勝つの、ルミナス召喚効果発動できない、エンドフェイズで墓地送る効果も発動できない、え、これ俺どうやって勝つの、これ、え、こんなの勝てなくね、これは犯罪じゃね、デカテリス、スマイルはうるせえ、うるせえ、マジうるせえ、このデッキ、なにこれ、これは逮捕でしょ。